意気の要素雑談態度の動画を見た。空手から出て空手でない、若干カポイラブラジルのとも共通性がある。非常にアクロバティックである。非常に武道としては面白いと見る。あれを始めた人はよくあそこまで考えたなと感心する。私が見るところ武器術がない。武器がない、あくまで素手と素手である。武器でと武器で戦ったり、武器に対して素手で戦ったりするところがない。武器を使う場合、あそこまで飛んだり跳ねたりすることは、非常に武器を持って飛んだり跳ねたりするのは非常に難しいかもしれない。彼らはやっていない。それと非常にアクロバティックで動きが激しいんで、若い時はできるが年取ったらできないと思われる。それから年齢の制限があるね。今言ったようにね、若い時でなかったらああいうふうなアクロバティックな動きはできないが、想像をちょっとできないようなアクロバティックな動きがある。面白い。理論的なものも面白い。それからある程度広い畳の上や板間の上でなかったらやれないという問題もあるけれど、まあああいうふうな条件で若くて道場が広くて平らでアクロバティックに動けるような、まあ若さがあるという条件の武道と見る。ちょっと私のだけど素晴らしいけれど私には真似ができない。私のはまず高齢者の技では、老人というか私は数え年90歳だから高齢者の技である。一切のアクロバティック的なことはできない。広いところでも狭いところでも、まあ極端に言うたら階段でも坂でもどこでもやれるようなことを考えている。普段は道場でやるから平らで広いが、必ずしも狭いところでもいい。例えば人混みの電車の中でもやれるけれど、まあ態度の場合はなかなか電車の中では無理やな。狭いし、でいろんなもんがある。だけどまあ面白い武道である。あんまり今までなかった武道である。
まああの武道で1対2や1対3の場合はどうするんだと、私はあの武道で1対2や1対3の場合はどうするのかとか、狭いとこではどうするのかと思う。相手が武器を持ってきた時はどうするのかと思う。自分も武器を持つか持てるかと思う。年取った時どうするのかなと思う。そういうふうないろんな疑問はあるが、非常に面白い。私は真似できないものを持っている。私はあれを、あのいいところを取り入れて、あのいいところにヒントを得て、私なりの武道を作ってみたいと思う。同じことをやるんではない。ヒントを得て新しいことができないか。そういう意味では柔道よりも空手よりもレスリングよりもボクシングよりも何か勉強の種があるように思う。今までちょっと毛色が変わっているから、その毛色の変わったところを勉強して私の武道でも考えたいと思う。非常にアクロバティックな派手な大きな動きをアクロバティックでなく小さな動きでできないかを考える。まあこれからしばらく一回検討してみたいと思う。とにかく態度は面白かった。参考になった。